それでは手書き文字を美しく固めるソフトウェアの発表を始めますまず簡単に自己紹介させていただきます私は CF クリエイターの中村です早稲田大学に所属しておりまして一応特技といたしました書道の七段を持っております同じく早稲田大学の国クリエイターの山口ですラブレターは手書き派ですはい、それでは早速本題に入らせていただきます まず我々の作ったもののコンセプトなんですが現代人を文字に自信を持てというコンセプトで持ってまいりました現在文字というのはどのように表現されていることが多いかと申しますと、まあ、多くはパソコンなどの普及にフォント文字というものが多く用いられていると思いますフォント文字というのは誰にも分かりやすい文字で確かに便利で効率的に作業ができるために多く普及していますですがそんな便利なフォント文字があるにもかかわらず手書き文字もいまだに使われているのも事実です 例えば、お祝儀とか、例えば、思いつづる手紙とか、はたまたこういった宛名とか、さまざまな場面でいまだに手書き文字というものは使われております。えここで、フォント文字と手書き文字についてちょっと整理したいと思います。えまず、フォント文字というのは読みやすい文字で、表現というものは一定に表現されております。使用場面といたしましては、例えばこういったプレゼン、また事務書類のプリントなど、そういったものにはフォント文字がほぼ使われております。 では手書き文字はどううでしょう手書き文字の特徴をいたしましては感情の伝わりやすい文字となっていて表現はその人その人で違っているので無限大に表現ができます主な使用場面はそういった感情を載せ,せたい場面例えば手紙とかはたまた書道であったりそういった場面では多く手書き文字というものが用いられておりますでは手書き文字の需要ってどうなっているのかというのを見ていきたいと思います年賀状などにおいて印刷されたものが手書き が加えられたものとはどちらがいいかといったアンケートに対して約9割の方が手書きがあった方がいいという調査がありますよって受け手としての手書きをもらいたいっていう需要は大きいということがわかると思いますでは一方で書き手はどうでしょうか例えばこの便箋にこういった情報を書いてくださいと指示したとしますそうすると多分書き手が思うのはあれどこから書き始めようとか あれ、宛名な大きく書かなきゃいけないんだっけとか、あれ、開業した次どっから書こうとか、あなんか大きさのバランスミスティだな、あれだんだんなめてきたぞってなって、あーっと。手書き文字を書くのには障害が多い、故に手書き文字を敬遠する方は多いのではないでしょうか。そこで我々が作ったものがこちらになります。我々は津田な手踏みというアプリケーションです。 フミーはあなたの手書き文字を、えー、総合的にサポートするアプリケーションです使い方は至って簡単です文章を入力するだけですそれであとはフミーに従って書くだけであなたの文字のまま清書できることができますフミーはあなたの手書きを邪魔しません独自のガイドであなたの文字をサポートします また手踏みは書く対象を選びませんお祝儀から大きな看板まで何にでも書くことができますまあこのようなものが手踏みというアプリケーションですではここから手踏みのキーとなるポイント大きく2点ありますのでその2点について説明したいと思いますまず1点が最適な位置大きさを提示してくれること またもう一点は適切なユーザーガイドで提示してくれることこの2点ですではまず最適な位置大きさの提示がなぜキーポイントなのかについて説明したいと思いますでここでちょっと皆さんにお聞きしたいんですが書道の中で書道とは余白の美であるという言葉があるんですがこれちょっと聞いたことある方いらっしゃったりしますかねあこれ実は僕の言葉なんですけれどもまあ要するに僕は書道とは余白の美である じゃ、これはどういうことなのかっていうのを説明していきたいと思います。美しい文字は大きく表現と位置の大きさ、この大きな2つの要素によって美文字美しい文字っていうのは成り立っていると一般的に言われております。では、この中でちょっとお聞きしたいんですが、この3つの作品はある作品展において提出されたものなんですが、皆さんどの文字が美しいかをも美しいと思うでしょうか？ちょっとだけ考えてもらっていいでしょうか？ はいまあ、直感でじゃあ向かって左側が一番綺麗だなと思う方手を挙げてもらっていいんですかちらほらいらっしゃいますねでは下ろしてくださいでは真ん中がいいなっていう方いらっしゃいますかあこちら多いですねありがとうございますでは一番右側がいいよっていう方いらっしゃいますかあこちらもいますね、まあ、このように結構バラバラになったと思うんですがじゃあいざこの3作品がどのように評価を受けたのかっていうのを見てみると実はどれも等しく優秀賞と同じ、えー 同じ賞賞を受賞しております。それぞれ評価点を見ていきますと、例えば左側は力強くおおらかな字だ、真ん中は丁寧に表現,表現できている、右側はすっきりとした、えー、清,清らかな字である、このように、えー、評価される表現の評価されるポイントっていうのは結構様々であって、まあ、そこは結構1に決まるものではないっていうのが分かると思います。では一方で大きさと位置に注目してみましょう。こちらは 大体の位置と中心となるものを可視化したものなんですが、まあ、どれも等しく大きさを揃っているし中心も揃っているなというのは見てわかると思いますまたこちらちょっと極端な例ですがあえてこうずらして小さくしてまたアンバランスに書いたものなんですが、まあ、整っている向かって左側の方がきれいに見えるのがわかると思いますここで美しい文字の方程式に戻ってみますと表現というのは正解はないと一方位置大きさには一定のルールがありそうだ ということで、本アプリケーションでは位置、大きさというものに注目しました。これが1点目のキーポイントです。では、もう1点の適切なユーザーガイドについて説明していきたいと思います。ここで重要となるのが、えー、ユーザーガイドにおいて表現に制限を加えてしまっては手書き文字の良さがなくなってしまうということです。例えばこちらの例は、えー、その制限を加えてしまっている例なのですが、例えばガイドなし、つまり白紙に対して、 こうユーザーに書いてもらったもの一方右側がバンダリーボックスつまりこうノートのような四角形を提示してそうに書いてもらったものになりますガイドなしっていうものは自由にこう表現するため大きく伸びやかに書いていたのに対してこういった線があると縮こまったその人の文字ではないような全く別人のような文字になってしまうという例がありますそこで我々はどのような提示方法をすればいかにその人の個人が残りつつその人が綺麗に書けるのかっていうものを えー、いろいろ実験した結果わた我々がたどり着いたのはこちらの方法ですまず自分のお手本となるこういうふうに書きたいというフォントを選択しますでそれに対してぼかしを加えて提示しますシンプルなんですがこれによってその自分のなりたい字目標となる字に近づきつつ自分の個性も乗るそのような結果が得られることが分かりました、えー、こちらがその例ですこちらは同じフォントに対してぼかして提示してそいろんな人に書いてもらった結果です 同じフォントを参照しているにもかかわらず人によって異なった筆跡をしていることがわかると思いますこのような熱点を兼ね揃えたのが我々の開発した手踏みですではここから手踏みの詳しい操作,操作方法とえ機能について山口の方から説明したいと思いますはい、えー、とそれでは、えー、手踏みの操作方法と、えー、それから機能について説明します、えー、まず、えー 最初に書く対象の選択を行います。えー、お祝儀であるだとか、はがきであるとか、お手紙だとか、それぞれに適したレイアウトというものを手踏みが選択します、選ばれます。えー、続いて、えー、書きたい文章の入力を行います。レイアウト等を気にすることなく、下書きをするのと同じような感覚で書くことができます。 お手本となるフォントを選択した後に本システムのユーザーガイドのキーとなるぼやかし度の設定を行いますこのぼやかし度っていうのは個人の字の習熟度であるだとかまたプロジェクターの解像度などに依存するためユーザーが自分に合うぼやかし度を設定しますそしてシステムが最適なレイアウトっていうものを即座に計算し小型プロジェクターを用いて投影を行います 最後はユーザーザガイドに沿って書くだけです手書き文字でストレスとなるものをほとんど感じることなく清書することが可能となっていますこちらが本システムを使わずに書いたもの左がい使わずに書いたものでそして使って書いたものが右となっていますこちらの通り使わずに書くとどこに文字を書いていいかなどの配置っていうものが すごくくからなくなってそしててて汚いい結果となっっししまっていますしかし本質も使うとその配置はとてもきれいになりかつその人自身の字というものはあまり損なわれることがなく書かれることができていますまたこのシステムを使った他の感想にいたしましてはよく書けてるだとかすぐにでも欲しいとか楽しいとか書くミスもなくなるまたこれは小さいやつだけでなく大きな紙に対しても同様に 提示を行ってして書くガイドを行うことができます、うん、それでは手踏みの機能について説明していきます手踏みではハガキや封筒、おしゅうぎといった手書きが多く用いられる対象についてはそれぞれ最適位置をルール化しておりそれぞれのルールに合ったレイアウトを計算することができます また二番目は、各対象を入力した後は、手踏みは自動で紙を検出してくれます。また、書いていくとこう紙がずれることがよくあると思うんですが、その時も手踏みが自動で追跡し、最適な位置に投影することをやってくれます。しますそして、本システムの最大のポイントであるぼやかしの表示なんですが、 えー、実際ぼやかして表示してしまうと、まあ、書くときはいいのですが実際何を書けばよかったんだろうかとその字をまあ忘れてしまうという実際にユーザーテストをしてそういう意見をよくいただいたんですねなので、えー、手が入っているときだけぼやかしてそして手が入らないときにははっきりと見えるそのことによってこの書きたい位置にちゃんと文字が提示され、えー、書くのがすごく楽なシステムとなっています またこの手踏みというのは文字を文章をこのように書いていきますと形態素解析などを行うことによって最適な開業位置というものもちゃんと考慮して提示してくれますこれによってとてもレアウトの整った文章というものを簡単に書くことが可能となっていますまたこの紙の領域というもの領域の周りの空白 余白がまあ美しいわけなんですけど、えー、とそれもちゃんとユーザーの好きな位置っていうものに設定しそれに沿ったレイアウト文章のレイアウトっていうものを行うことができますはい、えー、とそれではライブデモに移っていきたいと思います、はい、今回は、えー、手紙さ先ほど説明した手紙モードを使って えー、じゃあ実際にせっかくねこの場の誰かに手紙を書いてみたいと思いますというわけで僕から手紙欲しいよって方いらっしゃいますか <laughs> いや僕はおありがとうございます河合さんありがとうございますじゃあ文章はまず河合さんへ、えー、本日は、えー、水戸うせいか報告会にお お越しいただきありがとうございます。えー、お返事待ってます。でいきましょう、このように、あ、ちょっと待ってください、えー、このように意味的なものっていうものも全部やってくれるので、あ、ちょっと報告会ちょっと切れちゃったな、まあいいや、まあ大体いい感じのところで、えー、開業してくれます。では、実際書きたいと思います。 三本川あ、すいません <laughs> はい、失礼いたしました すいませんちょっとプロジェクターの機嫌悪くてあんまり綺麗に映んないで僕が計算して僕が書きますあと <laughs> <laughs> で後ほど僕が計算した結果をお送りしたいと思いますまあちょっとそうですねちょっと問題点としてはちょっとプロジェクターとか使っていてそちらの依存度が高くなってしまうのがまあちょっと欠点かなとは思っておりますまあこんな感じで手踏みっていうのは使っていきますはいではえ次にだ手踏みっていうのは聖書だけじゃなくて実は 練習用っていうのもえ我々は開発しましまたえ最初に表現は自由だ表現は好きにやっていいと僕は言ったと思うんですが実際えこう表現は確かにしたいものあるけどそれを自由にできないっていうものがあるのではないかとちょっと考えましたことえ書道とか筆ペンとかそういったこう筆などの扱いが難しいのではないかということが挙げられます例えばこういうような向かって左,左側のような大きいという漢字を書きたいってなったときに 実際にこの左のものが書かれた筆の動きっていうのは右側になるんですがただ書くだけじゃなくて止めとかの動きであったりとか最初の入りであったりとか右払い左払いっていう細かい動きっていうのが結構繊細に書かれているんですそれをこの左側だけの画像だけでは分からないそれはどうなんだろうということで我々は手踏みの練習編でアノテーションフォントというものを提案いたします アノテーションフォントとは初動的な動きが付与された新しいフォントとなっておりますではここからアノテーションフォントについて説明していきたいと思いますまず特徴の1つ目として力を入れるポイントが可視化されている点です例えばこちらは赤いものは力を入れて書くべきところ青いところは抜いて書くべきところっていうのが直感的に分かるように視覚的に提示されておりますまた分かりやすい書き順の提示です こちら左左右の感じなんですが皆さん、書き順ちゃんと書けますかねアノテーションフォントっていうのは、ベクターの情報、つまり動きの情報っていうのが入っているため、このように書き順っていうのもアニメーションで提示してくれます。これによって、例えば直感的に書き順っていうものを目で見て覚えることができます。 また特徴の3つ目といたしまして一角一角の細部までガイドしてくるという点です例えば通常のフォントですと非のようにこう横棒が重なっている部分というのはどのように入っているのかというのは分からないと思いますですが我々の提案するアノテーションフォントでは一角一角の情報が入っているためその重なっている部分でもこのように入ればいいんだというのを教えてくれますでこのアノテーションフォントというのはどの程度の効果があるのかというものを今回効果の実証実験みたいなものを行いました まずお手本を見て練習して10分程度練習してもらいますでその中で清唱をして一番いいものを選ぶで次にアノテーションフォントで10分程度練習するでその後に斉唱して良いものを選ぶで今回はこちらのアノテーションフォントはどちらかというと書道に特化しておりますので実際に書道の教育を受けている小学3年生の子とまだ小学校で学校で書道の授業を 受けていないな小学校2年生、えー、小学校では著写というんですが、まあ、その2人に受けてもらいました。こちらがその映像です。まずこのようにアニメーションでどういう書き順で書くのか、またこちら速度もアニメーションで提示できるので、どの程度の速さで書けばいいのかっていうのをまず視覚的に見てもらいます。次にそれに従って赤いところは強く、青いところは弱く、それだけ説明して、えー、子どもたちに練習してもらいました。 こちらがそのののしたものの比較です向かって左側が従来のお手本を見て書くもの右側がアノテーションフォントで練習したものですまたこちらは2人目の例です見てわかるように筆使いというのは細かいところで、えー、初動的な動きというものが表現できていることがわかると思いますまた詳しく見てみますと例えばこちらですと台の入りなのですが左側は、えー、特に止めなど気にせずにスッと右に反るように入っているんですが アノテーションフォントを見ながらやると結果的にちゃんとしっかりグッと入るというものができるようになっていますまた書道で難しいポイントの一つに右払いというものは少し難しい動きをするのですがそちらもアノテーションフォントで実際にきれいに書くことができ,ている,できるようになっていました実際に書いてもらってこちらお手本を見ながら書いてもらっている例なんですが筆の動きに注目してくださいこのように入る時スッときもすっと特に何も気にせずお手本通りに書こうと必死に書いております 一方、アノテーションフォントを見ながらやると、最初、グッと入って、すっていく。入りもグって入っていく。これは別に私がこういうふうにかけて指示したわけではなく、ただアノテーションフォントを見せて、赤いところ強く、青いところ弱く書いてねって言っただけで、こういういに子供が一人で練習することができますえと。このアノテーションフォントの、えー、もう一つの利点としては、えー、通常のフォント、トゥルータイプフォントとは違って、 ストロークの情報を持っているため、非常に編集等が容易であること、そして書いた文字へのフィッティングなどが行えることが挙げられます。これによって、例えば、えー、任意の別のお手本の文字へ、えー、のフィッティングであるだとか、また えーえーえー、私たちが今まで書いてきた文章、また日記帳などといったそういったようなデータベースを用いて、あなただけの、えー、このアノテーションフォントっていうものを作ることが、容、え、易、ー、に実現できるということが、えー、一つの理念となります、はい、ではここから、今日の展示をわれわれ行うんですが、まあ、あちらの展示ブースで行います。 で、今回は手紙の僕たちがライブデモでできなかったものを用意しているのでぜひ来てください。で、ここでちょっと突然なんですがちょっと皆さんに知ってほしい論文がありまして自分の手書き文字に対して好意を持つっていうサイトらの研究があるんです。これは、えー、と自分の文字と誰か他人の文字っていうのが合わさるとその人の文字っぽいんだけど自分の文字に似てるからすごい好感度の上がる文字が生成されるという、えー、研究です。で それちょっと補足なんですがわれ私プロジェクターリーダーのフォント中村君フォントっていうのが今回の展示でちょっと組み込まれておりましてでそこで僕への応援コメントをこの中村君フォントを使って書くと僕に対してすごい好感度の高いメッセージカードっていうのを書けるのでぜひお待ちしております。 では最後なんですが、まあ、我々は別に手書き文字を皆さんに書いてほしいとは思っているのですべてを手書き文字で書けって言ってるわけではなくて、フォント文字も良さもあるので、もちろん効率的になるものがあるので、フォント文字で書くべきとかは書くべき。ただ、フォント文字が便利だからといって、手書き文字の用がいいっていう場面も、えー、フォント文字で置き換えるのは良くないのではないかと考えています。なののでこのアプリケーションを通じて皆さんにちょっと、えー、字を手書く 感動またもらう感動というのを味わってほしいと思っておりますすみません長くなりましたがありがとうございました